海と日本プロジェクト海で宝。恩納村瀬良垣漁港、ここから200メートル先の沖合で将来私たちの生活を変えるかもしれないある研究が行われています。こちらが波力発電の試験機です。波の力で電気を起こす波力発電。この装置を海岸に設置して波の力でタービンが回ることによって発電されます。こちらが実際に沖合に設置されている波力発電機の映像。押し寄せる波によってタービンが回っていますよ。この実証実験は今年7月にスタートし、将来的に昼夜を問わず発電できるクリーンエネルギーとして注目を集めています。実はこれに先駆けてインド洋のモルジブで2018年から実験が行われています。台風がなく安定した波の力が得られるモルジブの海で実験が重ねられ、来年3月には現地ホテルへの電力供給が実用化されるそうです。こうした実験の成果を受けてスタートした恩納村でのプロジェクト、地元の工場などの協力を得ながら波力発電機の設置に成功しました。波力発電機の現在の様子はライブカメラを近くに設置して、このように操作しながらモニターすることができます。この電力は波形データで24時間常時監視して記録しています。このプロジェクトでリーダーを務めるのはOIST の新竹教授。サンゴ礁を傷めずにですね、環境破壊をせずに最小のインパクトの上で装置を設置する技術の確立というところが今一番頭を悩ましているところです。それから漁協の方々がですね、大変前向きに協力していただいていてですね、こういうことっていうのは本当に素晴らしいかなと思っています。その各家庭の電力はもちろんですけども、バス自動車を全部EV 化にしてですね、その充電は全部波力発電でするとか、ずっと先には、漁船モーターボートも全部その電気にしてです、それで全部波力発電からチャージして、そこの島の生活は全て波力発電で賄って、もちろんソーラーも必要かもしれませんけど、全く化石燃料を使わない島というのを沖縄に実現したいなと、そういうふうに思っています。海と日本。